糸崎君雄です。ですね、ちょっともう夕方になって辺りは暗くなってきたんですけども、まあ、iPhone はね結構明るく映るので、構わずやっていきますけども、今日はですね実は、2018年12月25日ということで、クリスマスなんですけども、クリスマスなので、この聖書ですね、古新約聖書なんですけど、これをちょっとね、読んでみようというかね、まあ、読むというよりもね、そのまあ、僕がその聖書を最初に読んだのも10年以上前だと思うんですけども、そのやっぱりそのね、まあ、知識人たるものっていうか、その、まあ、聖書を読んでないとダメだと、これはその、まあ、世界的な大ベストセラーなんですよね、まあ、歴史ある書物でもありますし、でそういうね、その、まあ、僕も別にそのクリスチャンというわけではないんですけども、そのやっぱりこうみんなが読んでるものをやっぱりね読むべきだっていう考えがあって、それはね昔なんかの掲示板でおじさんが書いてたんだよ。つまりその段階の世代とかそれぐらいの世代だと、もうとにかく聖書を読むのはまあ教養としてね常識だったという風潮があったっていうわけなんですよ。でまあ、僕の世代はそのなんだっけ、新人類と言われていた世代で、そういうそのあと白毛世代の終わりの方らしいんですけども、まあそんなね伝統的な勉強なんていうのは、しなくて構わんっていうような、世代ではそういう世代だったんですけども、まあ私はちょっとそのまあ宗教的なことにも興味が出てきたので、まあ、最初はねその世界宗教入門みたいな、その仏教キリスト教イスラム教、その他いろんな宗教を網羅的にその解説的に、解説した本をね、橋爪大三郎とかね、あと小室直樹とか読んでましたけども、そういうのを読むよりもね聖書を読まないとダメだよっていうふうにして、何人かの人から言われたので、読んでみたわけなんですね。それでまあこれはその当時読んだ聖書じゃなくて、これはね無料で配布しているような簡単な造本の聖書なんですけども、その僕がね最初に聖書を受けた時の、衝撃というのがありまして、ね、結構びっくりしたんですよ。でそれについてちょっと話してみようと思います。それでね聖書ね、これね、それで目次を見るとですね、ちょっと待ってくださいね。新約聖書ね、まあ、これだけ、ちょっと紙取っちゃいますけど、並んでますけど、最初のね、ここか、福音書、4福音書って一般に言われてますけども、なんだ、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書というね、この4つが冒頭に収められているんですね。で福音書っていうのは、まあ、その良い知らせという意味なんですけども、キリストの生涯について、記された物語ですね、キリストがその、お生まれになって、いろいろなその予言をして人々をその救済して、そしてそのありがたい言葉を説きながら、そして、ついには捕まって、貼り付けになってしまうと、でその後、復活して天に召されたというキリストのその生涯の物語がね、この4編収められてるんですけども、これね続きものではなくてね、つまり別々の執筆者がヨハネとイエスについての生涯を記したものでありまして、ぶっちゃけね内容がね重複してるんですよ。でね、本当に私はね素朴に驚いたんですけども、その新約聖書をね最初から読んでって、マタイによる福音書を最初に読むわけですよ。でその次にマルコによる福音書を読み始めると、まあ最初ちょっと違うんだけども、なんかあれさっき読んだ同じ話がまた出てきてるじゃないかっていうふうにして、すごくね変な気分になるんですよ。でさらにそのルカによる福音書、ヨハネによる福音書と読み進めると、まあ、とにかくね同じような話が4つ続いてね、なんかすごい無駄な感じがするんですよね。
で聖書っていうのはその、まあ、あの聖典ですよね、聖なる書物ですよね。ですからその何かこう内容を厳選して無駄なものを省いてこう凝縮した方がいいんじゃないのって思うんですけども、こういうその非常に何ていうか、まあ無駄があるところがね、僕はねすごくね素朴に驚いて、でそういうね素朴な驚きっていうのはそのまあ大切にしたいというかね、あのなかなか他の解説書なんかではあんま書かれてないことだと思うんですよ。それでね、あの僕はその時ね何を思ったかっていうと、これはねガンプラみたいだなと思ったんですよね。あのまあ僕はそのまあオタク世代でもあるし、アニメ世代でもあるし、その機動戦士ガンダムですね、あのアニメを見てプラモデルを作ったんですけども、そのつまりガンダムっていうのは現実にはそう存在しないアニメのロボットなんですけども、それのプラモデルが、バンダイという会社から出てるんですね。ところがその、バンダイから出てるガンダムのプラモデル、昔はねちょっとこう形がダサくてね、模型雑誌見るとねみんなね改造するんですよ。でバンダイのプラモデルを改造したかっこいいガンダムの改造の仕方の記事が、模型雑誌を昔は賑わしておりましてね、私も真似してちょっと作ったりしたんですけども、そのうちねバンダイはね、あの新しいガンダムのプラモデルをまた発売して、それはねあのかっこよくなって、しかもアニメにないこうリアルチックなディティールが、ついてたりとか、昔のガンダムはちょっと頭でっかちで短足だったのが、その頭がちっちゃくてこう足が長くなってたりしてね、まあ、かっこよくなってきたりするんですけども、つまりね同じガンダムでもね解釈によって、違うんですね。でねそれがねこう聖書に現れてるというかね、あの非常に奇妙な、気持ちがしたんですけども、もう一つねその僕の素朴な驚きっていうのはね、まあ、今から考えるとバカみたいなんですけどね、あ聖書っていうのはキリストが書いたんじゃないんだねっていうね、そういうことなんですよ。これはまあつまり聖書読んでる人ね、クリスチャンはじめ学者の人たちも、まあ普通の人もその当たり前に知ってることなんでしょうけども、私は素朴に驚いたんですけど、聖書はイエス・キリストが書いたものではないと。でイエス・キリストっていうのはその言葉は残したけども人に語りかけた、語りかけはしたけども、その、まあ、文章は書いてないわけですね。ですのでしかもその新約聖書っていうのは、イエス・キリストのその直の弟子が書いたわけではなくて、後の時代の人、ちょっと今確認できるの僕も専門家じゃないので、あんまりちゃんとは言えないんですけども、その、随分後に立ってから、キリストの伝記をその文字に書いた、そしてまとめた人が、4人いたわけですよね。その4人が示し合わせて書いたわけではなくて、バラバラに書かれたイエスの伝記をその後でまとめられて、新約聖書という書物に、なったと、まあ、そういうその今のやっぱり本作りとは全く違う、成立過程を経た、書物なんですね。だからそのやっぱりねその常識と違うんですよ。そのやっぱりね宗教の入門書をいくつか読んでなんか分かった気に私もなってたんですけども、それはその何かこう常識の範囲内で、解説をしてるんですよね。ところがやっぱり本物の聖書っていうのも読んでみると、まずね非常識、それがね面白いと思いました。だからあおっと起こした。ですから、今日はまあ初心者向けにね、僕もまあその、いろんな人に、本を読んでもらいたい、一緒に勉強したいという思いがありまして、初心者向けに、私が最初に聖書を読んでびっくりしたことを喋ってみました。